皆さんこんにちは、ケンです。本日は先日購入した、こちらのマビックコスミックプロカーボン SLC のレビュー動画となります。はい、それでですね、こちらを装着してから2週間ぐらい経ったんですけど、一応本日までの走行距離は走行距離でいうと 390km、 獲得の高度でいくと 3268m で、天気はですけど晴れの日も雨の日も一応使ってみました。その上でちょっと僕が感じた率直な感想を述べたいと思います。はい、でここで注意点なんですけど、今から喋ることは、あくまで個人的な意見になります。で、まあ、あと私はキャノンデールに使ってたんですけど、まあ、そのフレームだったりとかタイヤの特性によって印象が変わってくるとは思います。そこのところはご了承ください。はい、ちょっとレビュー入る前に軽くこちらの製品の概要を説明しますと、こちらはマビック初の、フルカーボンの、ホイールになります。ここのリムもカーボン製になっております。で、リムハイトが、40mm で、 40mm っていうと一般的にネットとか見るとセミディープホイールという位置づけになるのかなと思います。で、ここのスポークの素材はステンレスになります。はい、結構楕円の形状で風を切るような感じになってますね。で、重量なんですけど、前輪の方、まあ、これ今持ってるのが前輪なんですけど 645g で、後輪の方が 805g で、合計がペアの合計が 1450g となっております。で、このホイールの特徴の一つであるこのブレーキ面なんですけど、マビックの特許技術の、ITGMAX と読めば良いんですかね。で、こちらの処理がされておりまして、で、それは何かっていうと、なんかその熱に強くしてるらしいんですね。で、カーボンのリングって熱に弱いもんですから、まあ、そこをそのレーザー加工によって、熱に強くしているということです。で、価格なんですけど、まず参考までに定価を言うと、ペアでフロントとリアペアで、税抜き32万円になります。で、私はそれよりも、今安く購入してます。で、私のホイール歴なんですけど、まず最初に乗ったのが、ボントレガーの TLR というエントリーグレードの、ホイールをまず履きました。で、その次が、この間まで履いてたキシリウムプロ UST っていうホイールを履きました。で、その次、キャノンデール買った時に完成車についていた、マビックのアクシウム、こちらも履いたことがあります。で、今は、この今コスミックという風になります。なので、そこら辺との比較も少し織り交ぜれたらないいなと思いますので、はいはい、今のホイール歴を話したように、私は今までアルミのリムホイールしか、履いたことがありませんでした。そんな中で、率直に思った感想を述べたいと思います。まず見た目については、見てわかるように、リムが高くなって、しかもここがカーボン素材っていうところで、まあ、これも個人的な意見なんですけど、見た目がかなり、キャノンデールにつけるといかつくなりました。で、自分的にはまあかっこいいなと思っております。はい。で、2番目に、ゼロからの加速についてなんですけど、で、それについて言うと、今まで履いてたこちらのホイールですね、最近まで履いたキシリウムプロと比べますと、ほぼ同じかなと思いました。で、キシリウムプロも同じく、確か1450ぐらいの重量だったので、そこのゼロからの加速度っていうのは変化ないのかなと思いました。最初はですね、リムハイトがコスミックの方が、高くなってるんで、もっさりする感覚なんかなと思ったんですが、ほぼ変わらず同じ感覚で、ゼロからの加速っていう印象です。はい、続いて巡航速度についてなんですけども、で、
前のホイールからまず平均巡航速度が上がったかどうかっていう話でいく と、そこは、今のところ平均巡航速度が速くなったなとかそういう印象はありません。しかし、35キロ以上のスピードを出した時に、巡航速度の維持、巡航速度の維持ですね、維持がすごく楽になりました。勝手にホイールが回り続けてくれるっていう感覚なんですけども、なんでそのために足を、このキシリウムのアルミと比べて足を休めることができて、で、先ほど見せた、走行距離の中で100キロ以上のライドがあったと思うんですけど、だいたい私の感覚で言うと90キロ超えたあたりからの、ロングライドの、ロングライドの疲労感が、低減されたかなと思いました。なので巡航速度は上がった感覚はないんですけど、巡航速度維持っていうのが、楽になりました。これが今メリットですね。で、3番目に、ヒルクライムとダウンヒルについてちょっと思ったことを述べたいと思います。で、ヒルクライムについてはこれもリムハイトが高くなったから、キシリウムより登れないのかなと思ったんですけど、同じコースを走ってみたんですけどそんなに変わりませんでした。なんでただヒルクライムになるとどうしても速度が落ちてしまうんですけども、そんなとなった時に横風が吹いた場面があったんですね。特に私海沿い走るとこが多いもんですから、そこを走った時にこれはリムハイトが変わった影響なのか、バランスを保つのが非常に大変で、ちょっとハンドルに荷重をかけてしまうっていう場面がこのホイールではありました。ただそれあんまりそんな強い横風が吹くってことがないので、キシリウムと変わらないかなっていう印象です。ただ、次にダウンヒルでは明らかに違いが分かりました。これもリムハイトの影響が大きいと思うんですけど、空気抵抗が、空気を切る低減されたことによって、多分下る速度は、だいぶ上がりました。例えば50キロで下ってたとこが55キロでになってたりとか、あとはそこが速くなったんですけども、ストレートでもコーナーでも、非常に安定してくれる印象があります。体感ではその速度は上がったんですけど、そのなんていうんですかね、ダウンヒルでものすごいスピード出しても、安定感があるもんですから、これ剛性の関係だと思うんですけど、安定感がある分ダウンヒルのストレートでもコーナーでもむしろ怖くなくなった、スーってこのライン取りができる感じがあって、ダウンヒルではすごいこれに変えてよかったなと思いました。はい、続いてブレーキ性能についてなんですけど、これ買う前もそうだったんですけど、よく言われてるのがカーボンリムはアルミリムに比べてブレーキが効かないとかっていうことをちらちら聞いてたんですけど、このマビックのホイールは私の感覚で言うとそんなことありませんでした。先ほど述べたように晴れた日がメインなんですけど、雨の日でここがウェットな状態でもブレーキをかけてみましたが、正直今まで使ったアルミより効かないとかそういうことはなかったです。もちろんブレーキのタッチの感覚はアルミと比べてなんかちょっと違うんですけど、ただですね、軽く当てればゆっくりと効いて、強く握ればそれに連動して制動力が上がるっていう印象です。で、次にメンテとか維持の、話をしたいと思うんですけど、このカーボンリムにはビックの専用の、カーボンリム用の黄色いブレーキシューがあるんですけども、その消耗が非常に激しいです。もう今、400近く走ってるんですけど結構削れてます。で、かつその削りカスがこのスリットって言えばいいんですかね、そのブレーキシューの隙間みたいなところに、
詰まって、そこを定期的に爪楊枝とかで除去してます。でちょっとメンテが、大変になりました。ここのブレーキ面なんですけど、ブレーキシューが黄色いもんですから、黄色いこのブレーキシューのカスみたいなやつがこのリム、このブレーキの凹凸に、あ、うっすら見えますかね、黄色くなってるの分かりますかね。これ買った時と比べてだいぶ黄色くなってるんですよ。で中性洗剤とかで、軽く、拭いても、落ちません。でそこはもう諦めしかないのかなと思いつつ、あまり強くやっちゃうとこのレーザー加工の、処理が、もう剥がれたり、するのが嫌だなと思って、今はこのまましてるんですけど、ちょっとそこが、変わりますね。まあ、黄色くなります。黒なんで余計目立ちますね。そこが、まあ、ちょっとメンテや維持について覚悟せなあかんとこなんかなと思います。まとめなんですけど、今回このカーボンセミディープホイールという分類のものを履いて思ったことの、メリットっていうのは、まず、まあ、見た目がかっこいい、これはまあ個人的な意見です。で続いて巡航速度の維持、主に、まあ、僕の感覚だと 35km 以上が楽になりました。でその長距離乗るのでロングライドが、足を休めることができて疲れにくくなりました。でもう一点が、ダウンヒルに特化している。でこれが、まあ、ダウンヒルの速度もアップしますし、まあ、ダウンヒル中のコーナーやストレートでも、まあ、そのエアロ形状で風を流すおかげなのか、まあ、安定感がアップしている印象です。で次がデメリット。デメリットは、ですね、まず価格が高い、まあ、その今述べたメリットのためにしては、高いです。でもう一個が、まあ、やっぱメンテがちょっと大変ですね。今言ったように、ここのリムが黄色く汚れることとブレーキシュー消耗が激しいことですね。はい、最後に、このモデルをおすすめしたい人、今で言うとマビックコスミックプロカーボン SLUST チューブレスモデルが現行モデルになるんですけど、おすすめしたい人というのは、まあ、普段がロングライドが多くて、まあ、その疲労感を低減したい方だったり、まあ、カーボンホイールのこのマビックの見た目が好きですっていう方だったり、あとはダウンヒルやコーナーで速度維持しつつ走行時の安定感を求めている方、またはまあちょうどいいリムハイトだと私は思ってるんですけど、まあ平地からヒルクライムまで幅広く使いたい方、こういった方にこのマビックのホイールはおすすめです。上記に当てはまらなくて普段からスピードもあまり出しませんと、けど、ロングライドを走れるようになりたいだったり巡航速度を少しでも上げたいっていう方は、こういった、まあ、すみません、ちょっとマビックとかしかあまり話せないですけど、まあ、こういったキシリウムのホイールとか、まあ、軽量なアルミホイールですね、5万から15万ぐらいのものが個人的にはおすすめかなと思います。でマビックのカーボンリムの見た目が好きで、まあ、平地での巡航速度を維持したいということであれば、ノン SLまあ、ハブの違いのモデルだったりエグザリット、ブレーキ面がアルミのものもありますので、そちらの方もおすすめです。はい、で今回私これ、このホイールを買った経緯としては、まあ、今年からレースやどっかのチームでグループライドをしてみたいっていう目的があるもんですから、思い切って購入しました。以上になります。今回の動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録をお願いします。またこのマビックいいなと思った方がいれば、グッドボタンをよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。